ちは。今日はスタジオ福島からお伝えいたします。はい、はい、今日は何やるんですか。ヤキヤキコロコロロ。あ、コロロコロロ。なんだね、またおかしいですね、太るね。はい、じゃあもう早速やっちゃってください。違うんだ。うん、私はそうだ。なあ、お店広がっちゃってるよ、ほら。はい、早くどんどんやっちゃって。粉が4つ入ってます。はい。作ってきます。はい。はい、入れた。4つ分けるの。あ、味が違うんだね。焼き抜き粉。天に沿って三角カップを外します。すげえ裏声が入ってますけど。まあ今日はね。あの世界放送なんで。はい、じゃあどんどん入れてってください。2番、1番丸いトレーにクリームの素を入れます。そこに三角カップ2杯分の水を入れて、よく混ぜる白いクリームができるよ。クリームの素、クリームの素、これはこれピンクの、はい、入れちゃって、それをその大きいところに入れるんだ。いいの、それいいよ。はい、今日は特別ゲスト、レモンちゃんでーす。ね、ただ三角カップ2杯分の水を入れて、はい、はい、じゃあ水用意しました。はい、それはそういう風に入れるんだ。はあ、あれ作っちゃえばよくね。いいよ、あ、これだ。1だ。作ったらでも入んないよ。そういう風に入れるんだってさっきそう言ってたの。よいしょ、ほら入るよ。はい、じゃあ早くして。はい、入れました。はい、それをどうするんですか。混ぜます。混ぜてください。作業をしてください。でもね、作業をしてください。広げるんだって。混ぜるだけです。できたクリームよく混ぜて、白いクリームができるよ。なんか粉が軽いから浮いてくる。混ぜてる間レモンちゃんを、特別ゲストのレモンちゃん、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 レモンちゃんでした。はい、はい、混ぜたらスプーンで伸ばして上にカップを乗せる。伸ばすんだってこれ。え、全然なくない。なんか甘い匂いする。うん、何味知らん。何入ってない。クリームをスプーンで伸ばして広げる。少なくない。乗せます。はい、あ、乗せるの。え、乗せるの。伸びないからもういいかな。伸びない、水が足りてない。粉が少ない。じゃあ、はい、乗せます。はーい、オッケー。はい、でも全部入んねえ。はい、したらそれで粉を入れてくるんでしょ。お、なんかうにょってできてきた。ここ部屋くがふんがく。そっから穴から。気持ち悪い。コフヤクワッフ、コフヤクラ、あー出てきた出てきた。ちょっとだって。そしたら虫みたいな感じ。これをちょっとだけ、あー出るとこ見たい。アグの和を変える。どれどれ、
さまざまなカップの中に。これオレンジ。ああ出てきた。気持ち悪い。やめてよ。あんまり押さないで。ね、ああもうダメだね。大丈夫ですよ。違う。メロンはメロンの皮ですね。いろんな味あるのね。三色。色はそんなに変わんない。色は変わんないから何が何味か分かんないね。ちょっと水色っぽいのがメロンかな。あ、レモン。食事中です。特別ゲストレモンちゃんは食事中です。レモンちゃん、レモンちゃん、ラナの味はグレープとオレンジとメロンです。グレープ、オレンジ、メロン。はい、リアは？私はメロンとパインとソーダの、はい、ソーダです。メロンだけが一緒になった。はい、できました。じゃあ、できました。実証こちら、カップの縁を押してクリームがのける。出てきたじゃん、さっき。この時点で出すんじゃない？なんかちょっと出すんだって。ここから出すんだよ。やばく生まれてきた。えで、そしたらこうやって上に上げて、うん、振るんだって。そしたら振るの、上に上げて。え待って、こう上にコロコロとできるんだって。ああコロコロなんかよくわかんないけど、うん、かわいい。なるほどね。でそれを食べるでしょ。これをスプーンですくってくるんだって、うん、なるほど。じゃあ食べてみます。食べてみましょう。じゃあ俺も俺もこの毛虫1匹。じゃあオレンジ。あオレンジ。ラムネ。メロン。あ、グッピーラムネ。グッピーラムネ。え、ラムネ？の、あ、濃い、うん、味。これが？うまい。これがうまいんだね。やっぱそうだね。ガンガン食ってますね。また出すんだ、また出すんだ。なるほどね。なんかまだあるんだよね。そうだよね。で出すってことも1個で食べて。うわ出た出た出た。このちょっと水色のやつちょっと食べて。うん、ああはい、なるほど。やめましょう。 OK。 はい、はい、はい、どれが一番面白かった？そもそも面白かった。面白いんだよ、ニョッキって出るところ。あれ、ちょっと水族館にいるこういう動き。あー、ガーデンイエルでしたっけ。チンアナゴ、チンアナゴ。私はソーダが一番美味しかったです。ソーダ美味しいね。ソーダ美味しかった。はい、オレンジが。はい、ということで今日は何？メーカー名は見してね、見してね。ニョキニョキコロロンカラシ。カラシ違うね、これね。カラシではないですね。クラシエ、クラシエフード、はい、クラシエのニョキニョキコロロンなんとかを食べてみました。ララはオレンジで、私はソーダで。はい、あ、でもグレープも美味しいです。そうね、うん、はい、じゃあ美味しかった。チャンネル登録お願いします